アンナ・ロゴフスカは、ポーランドの陸上競技選手。2004年アテネオリンピックの銅メダリストである。バルト海に面した、ポモージェ・ケングディニャ出身。ロゴフスカは14歳の時に、棒高跳びを始めた当時は、女子の棒高跳びは、まだ十分に普及していなかった。2002年ヨーロッパ選手権で7位、翌2003年の世界室内陸上で6位となり、 世界のトップポールボルターの仲間入りを果たす。ロゴフスカは同じポーランドのライバルであるモニカ・ピレクと共に競いながら記録を伸ばしていった。2003年のパリで開催された世界選手権ではピレクが4位、ロゴフスカは7位であった。しかし翌年のアテネオリンピックではロゴフスカはさらに力をつけ4メートル70で 銅メダルを獲得し、4位のピレクを上回った。2005年のヨーロッパ室内選手権では、ロシアのエレーナ・イシンバエワ、ピレクに次いで3位。同年の7月22日に、ロンドンで、イシンバエワが、女子として、初めて5メートルの大台を突破した大会で、ロゴフスカは4メートル80のポーランド新記録を、樹立。翌月からヘルシンキで開催される。 世界選手権でもメダルを期待されたが、4位立方メートル5と振るわず6位に終わる。一方で、維新バイワは5メートル01の世界新、ピレクは銀メダルであった。ロゴフスカは2006年の世界室内選手権では銀メダルを獲得。しかし同年末のヨーロッパ選手権は故障のため欠場した。2009年、ベルリンで開催された。 世界選手権では4メートル7 5で金メダルを獲得した。ありがとうございます。